ただ YouTube 皆様元気の通信所から聞いております。ですね、ここ、4、5本の、ビデオはですね、私があのサブで使っているカメラをですね、メインのように使って、撮ってます。というのは、なぜかというとですね、あのメインのカメラをですね、落として、ぶっ壊してしまいました。本当に、ね、最悪ですよ、最悪。めっちゃ後悔します。はい。ということで、後悔しない人生を歩むためのヒントになる情報をですね、皆さんに紹介したいなというふうに思います。はい。ということで、今日紹介するのはですね、こちらの本です。死ぬ瞬間の5つの後悔っていう本になります。これはですね、ブロニー・ウェアさんが書いた本になります。まあ、有名な本なので、読んだことがある方もいらっしゃるかもしれません。が、まあ、このブロニー・ウェアさんっていう方はですね、緩和ケアとかね、そういうことを、まあ、ご専門にされていらっしゃる方で、まあ、多くの人たちのですね、死を見てきた、ナースになりますね。で、まあ、そういう死ぬ人たちっていうのはですね、最後に自分の人生を振り返るみたいですね。で、その振り返った時にする後悔がですね、まあ、大体5つのパターンに分けられるっていうことで、このウェアさんはですね、その5つを、まとめて本にして、世の中に、発表したっていうか、パブリッシュしたっていう感じでですね。はい。っていう感じで、ぜひですね、この5つの効果をですね、知って、で、その反対のことをやって後悔しないように、人生を生きていこうじゃありませんかっていうですね、そういう動画です。はい。ということで、その5つの効果ですね、今から順に、簡単にご紹介したいというふうに思います。はい、まず1つ目、自分に正直に生きればよかったっていうことですね。はい、で、これがですね、一番最も多い、後悔みたいです。はい、で、他人の期待に応える人生を送っている人は特に要注意ですね。まあ自分がもしやりたいことがあるならですね、まあ素直にやるっていうのがですね、大切になるんじゃないかなっていうふうに、思いますね。で、あと、まあやって失敗した後悔よりもですね、まあやらない後悔の方が長く続くっていうのはですね、これは心理学でももう言われてますし、ぜひですね、やりたいことがあるならやっていきましょうどんどんやっていきましょうっていう感じで、はい。まず1つ目はですね、自分に正直に生きればよかったっていう、ことです。次、二つ目がですね、働きすぎなければよかったっていうことですね。で、これは特に男性に多いみたいですね。うん、で、まあ、人生最後になってですね、まあ、地位とか、あと物質とかね、そういうものを、追い続けた人生っていうのはですね、最後に無意味だなっていうことを、悟るみたいですね。まあ、そこに自分の価値はないんだなっていうことを見出してしまうみたいです。はい。ですので、まあ仕事ばっかりに偏っている方はですね、人生の最後に後悔する可能性がありますので気をつけてくださいってことですね。まあ人生ね、いろんな要素があって、まあ家族とか、ね、趣味とかなんかいろいろありますよね。で、その一つに仕事っていうものがあるので、まあ要は何が言いたいかっていうとバランスが大切っていうことですね。バランスが大切っていうふうに、この方はおっしゃっています。はい。で、人生はですね、シンプルにできるということで、シンプルにしていけばですね、お金もそんなに必要ないですし、まあ、そんなに働く必要もなくなってくるわけですよね。はい。ということで、ミニマリストの考え方に、通ずるものがありますけれども。はい。まあ、それはどうでもいいけど、まあ、そんな感じで、まあ、働きすぎなければよかったっていうのがですね、一つ目の後悔ですね。はい。次、三つ目がですね、思い切って自分の気持ちを伝えればよかったっていうことですね。はい。で、まあ、素直にですね、相手に自分の気持ちを伝えればよかったなって後悔する人がいるみたいですね。まあ、他人とうまくやっていくためにですね、自分の気持ち、感情をですね、押し殺して、まあ、他人に合わせて生きていくっていうような、まあ、そういうことも、ありますけども、まあ、まあ、たまにはですね自分の素直な気持ちっていうのはですね、表に出せば、いいんじゃないかなっていうふうに私も思いますけどね。はい。で、あと、まあ、感謝とかね、そういうポジティブな感情もですね、ぜひ、素直に相手に伝えるっていう、それも大切じゃないかなっていうふうに思います。まあ、両親とか、じいちゃんばあちゃん、あと子供とか、恋人とか、まあ、その辺の方が、その辺のって言ってないですけど、そういう身近な方々にですね、感謝の気持ちを伝えると。はい。そういうことが大切なんじゃないかなっていうふうに、思います。次、四つ目がですね、友人と連絡を取り続ければよかったっていうことですね。これはね、私が読んでてちょっと意外だったんですけども、まあ、死ぬ直前になってですね、友人のありがたさっていうのに気づくみたいです。はい。
ですので、まあ、あのその時になってですね、まあ、自分の生きてるっていうか、まあ、あの元気なうちにですね、まあ、友人関係とかに時間とか労力をかけておけばよかったなっていうふうに後悔するみたいですね。で、あと自分昔の、友人に再会すると、すごく幸福感が上がると、そういうような、研究もあったりしますので、まあ、あの友人関係、についてはですね、もうおろそかにしている方がいらっしゃったらですね、まあ、あのたまには連絡を取ってみるとか、そういうことを、すればもしかしたら、後悔で減る人生になるかもしれません。はい。ということで最後5つ目がですね、幸せを諦めなければよかったということで、もっとこう自分に幸せになっていいっていう風に、許可をすればよかったみたいな感じで、書かれています。で、あの死ぬ直前になってですね、ようやく幸せっていうのは選択だっていうことに気づくみたいですね。で、何かを達成すれば幸せになるとか、まあそういうことではなくて、もう幸せはもう目の前にあるっていうようなね。で、自分がそれを幸せだと感じ、選択して感じるかどうかみたいなね、そういうことが、書いてますね。まあ幸せは選び取るものっていうことですね。幸せっていうのは何かを達成すれば得られるというような、そういうものではなくてですね、まあいろんなプロセスの中にあるということで、まあ日常生活で、幸せを見つけて、まあ、感じていこうじゃありませんかっていう無理やりちょっと丸め込みましたけど、まあ何て言うのかな、なんだっけ、幸せは自己申告制とかね、誰か言ってましたけど、まあもうその通りだと思います。まあ、自分が幸せだと思えばね、それでいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。まあ、幸せになる権利がないとかね、そういうふうな思われてる方もね、いらっしゃるかもしれませんけど、そんなことありませんからね。ぜひですね、自分の周りの幸せを見つけるような努力をしてみてはいかがでしょうかっていうことが最後の5つ目ですね。はい。ということで、この5つがですね、死ぬ時に後悔する、ものの、まあ、トップ5っていうことですね。はい。まず1つ目は、自分に正直に生きればよかった。次は、働きすぎなければよかった。次が、思い切って自分の気持ちを伝えればよかった。次は、友人と連絡を取り続ければよかった。最後は幸せを諦めなければよかったっていうですね。滑舌が良くない。まあ、そんな感じになってます。はい。ということで、この5つの反対のことですよですね、人生の後悔が減るんじゃないかということで、皆様にお伝えしました。はい。まあ、あと、なんていうのかな、自分の人生があと1日だとしたらっていうのをね、考えてみるというのがですね、まあ一つ、いいかもしれませんね。まあ、まあ、あと一日しか自分の人生が残ってないとしたら、何に後悔するかっていうのと、まあ何を残りの一日でやりたいかっていうことですね。まあそれを考えればですね、まあ何かこう、まあ後悔しないヒントが得られるんじゃないですかね。で、まあそれを考えればですね、もう周りのっていうか、今目の前にある問題、まあ仕事の愚痴とかですね、人間関係のトラブル、ちょっとしたトラブルとか、まあそんなのどうでもいいって思えるようになると思いますね。まあ、自分の問題、今抱えている問題がそんなに大したことがないっていうことに気づくきっかけになるかもしれません。はい。ということで、今日はですね、生きるヒントになるですね、死ぬ瞬間の5つの後悔っていうですね、ものを紹介しました。またら参考にされてみてください。という感じで、今日も終わりたいと思います。少しありがとうございました。じゃあ、